収まりまままますスタートしししたたほぼ揃いました、ま、ず外回りコース3コーナーへ向かっての先行争いは内から5番、竹とんぼ、出ましたあとはタガノチュールが2番手その後固まりましたマイネルビジョンショーマンフリートそして内には1番のテーオー・ダグラスがいって9番のリリー・ブライトその外12番のネビュールーズです。 まままだまだ向こう上面直線は続きます内から2番のラテラルシンキング上がっていきました中段まで上がっていますさらにはプリティ・ユニバンスそして7番のアスク・ナイス・ショーその後ろには8番ビレムがつけていますあとはニバ・シンサ10番のドラゴンヘッド後ろから3番手タイラー・テソーロがいてそして最後方14番ピンキー・プロミスという体制になっています。 14頭が外回りココーーースの3コーナーへ向かっていきます逃げる5番の竹とんぼリードが1番、3コーナーカーブそして11番のタガノチュールが2番手あとは内1番、テーオーダグラス外には13番ショーマンフリートがつけまして34コーナー中間に向かっていきますその後には追走していきます12番のネビュールーズ残り 800m をこれから通過します。 コーナー4コーナーへ向かって先頭5番の竹とんぼそして 2番手には11番タガノチュールで直線コースに向かいました13番のショーマンフリートが今3番手あとは1番テーオーダグラスマイネルビジョンがいてさらにはプリティ・ユニバースそして外からは7番のアスク・ナイスショーも差を詰めていって残り 500m を通過さあ横に広がりまして先頭はここで13番のショーマンフリートかショーマンフリートタガノチュールそして竹トンボも頑張っている3頭広がっているあと追い込み勢はどうか懸命に追い込んでくるアスク・ナイスショーそして8番のビレームも突っ込んでくる あるるいは10 100m 番のドドラゴンヘッド残り100になる抜けたのは13番ショーマンフリートショーーマンフリートそして間から10番のドラゴンヘッドが今2番手に上がってきた13番のショーマンフリートだゴールショーマンフリート10番ドラゴンヘッドが2番手。